毎度ゴロ太郎チャンネルのバイアンでございます。今回の動画は一足お先に桜の動画になります。今日ね、2月8日に編集しとるんですけどもね、これ去年の映像になります。もうね、春まであっちゅう間なんで、皆さんのね、桜の花見の計画のネタの一つとしてね、参考にしてもらったらいいかなと思います。ゴロ太郎チャンネルの足りないとこは、地元の情報が少し足りへんとこと、ちょっと歴史的な建物とかそういうののね、解説がね、ないんですね。まあ、ウィキペディアで調べてもうたら、ええっちゅったらええんですけどね。合ってるか合ってないかのお叱りはね、抜きにしてね、ざっくりと解説しますね。この動画の収録日は、2022年の4月6日になってます。場所は石舞台公園、それから橘寺、そして、宇陀市の、又兵衛桜の方に行っております。石舞台公園の駐車場なんですけども、公園の向かい側に国営の駐車場、これ無料があります。で、公園の並びにね、有料の500円くらいやと思うんですけども、駐車場があります。公園の向かい側にね、お店屋さんがあるんですけど、そこ、レンタサイクルとかありますのでね、飛鳥村を散策してもらうという形になります。まあ僕らバイクなんで、あんまり関係ないんですけどもね。この日はね、ソメイヨシノの方がね、満開で桜吹雪になっておりました。石舞台の古墳の方ですね、ちょっとちらっと後ろ映ってると思うんですけどね、あの息吹をね、写真と動画撮ってきました。ちなみに古墳の中は犬入れるかどうか知りませんけども、300円ぐらいやったと思います。歴史的なね、名所なんで、ぜひ一回行ってみてください。あ、そうそう、石舞台古墳って蘇我の馬子のお墓らしいです。知らんけど、石舞台公園から西にブラブラ歩いてですね、橘寺にやってきました。すいません、ここって犬と一緒にお参りできましたっけ？大丈夫ですよ。あ、お堂の中はね、だっこで。で、この橘寺、犬中入れます。飛鳥寺もね、犬入ってオッケーです。ちょっと下見に来ただけで。まあ、オッケーやから言ってね。ありがとうございます。境内の中でね、おしっことかね、絶対刺したら飽きませんのでね、マナーベルトとかね、心配な方はね、着用でマナーを守ってお参りしてください。橘寺はね、なんと聖徳太子をお祭りしてるお寺なんですね。なんかね、田舎の庄屋さんみたいなね、建物ですけどもね、なんかね、趣があっていい雰囲気ですね。この橘寺のそばがね、聖徳太子生誕の場所ということで、恐ろしく由緒正しい場所になります。秋はね、彼岸花やったりね、5月ぐらいだったら田んぼにね、バイクでそこから遠野峰、丹山神社ですね、もみじで有名な大化の改新の丹山神社のとこを素通りしてですね、宇陀市の方にやってきました。結構ね、距離あるんですけどもね、気持ちよくね、トンネル抜けて宇陀市みたいな感じです。この日はね、平日だったんですけども、やっぱり人予算来てますね。もう名所です。このね、宇陀のね、又兵衛桜っていうのはね、もう見事なね、下で桜でね、これだけバーンと一本桜ってやつですね。このソメイヨシノよりもね、咲く時期がちょっと遅いんでね、行った日がちょうどいい感じかなみたいな。で、菜の花とかも咲いててね、なかなかもう見応えのある名所ですね。これ奈良の名所です。皆さんもね、ぜひ一回行ってみてください。外国の人とかもね、来たらね、絶対喜ぶんちゃうかなと思いますよ。この又兵衛桜っていうのね、このなんで又兵衛桜か言うとね、これも聞いた話なんですけども、豊臣秀吉の家臣のなんたらかんたら又兵衛さんっていう人のお家がこの辺にあって、又兵衛桜とかいうのがありますか？知らんけど、
がね、300年ぐらいって書いてましたね。まあ、とにかくね、長生きですね。桜ってね、ソメイヨシノなんか大体50年ぐらいでね、寿命を取るって言いますから、300年とか、恐ろしく長いですね。コロタローチャンネルの動画で、確かね、去年あげてるやつでね、武田神社行ってるやつにもね、もう同じぐらい立派なね、しだれ桜のね、それも見とってください。これ見てね、春どこ行こうかなとかね、いろいろ、早く春なれへんかなとか。